県議会第2会派の富士の国県民クラブは、川勝知事に事業や財源配分の見直しを求める提言書を手渡しました。富士の国県民クラブが県の職員らへの聞き取りをもとに作成した提言書では、効果が低い、事業の廃止検討や財源配分の見直しなどを求めています。また、田口晃会長らは？ 健康産業の振興を図るパルマバレーなどのプロジェクトについて、終了時期を明確化するよう要請しました。川勝知事は、PDCA サイクルは回す必要があると前向きな姿勢を示したということです。厳しい財政状況でありますので、やはりあの抑えていかなければいけないっていうの反面、最初の経費で最大の効果を受けるということの見直しは必要だと思ってますので。